はい、おはようございます。榎本貴之です。今日のテーマはどうすればアイコンタクトが取れるのかという話をしたいと思います。この動画ではたびたびアイコンタクトの重要性っていう話をしていると思うんですけども、実はアイコンタクトを取るのが難しいという理由の一つが自分のせいではないっていうことがあるんですね。もうすでに一生懸命アイコンタクトを取ろうとしている人は気づいていると思うんですけども、アイコンタクトっていうのはいくらこっちが頑張ってもお客様がアイコンタクトを合わせてくれないとできないことなんです。なので実はお客様がアイコンタクトを取ってくれやすいポイントっていうのがあるんですね。それが分かっているとアイコンタクトを取れる確率っていうのはすごく上がってくるんです。それで今日の動画の解説も動画の説明欄に文章で解説してありますので、ぜひそちらも見てください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。